私のりこです。高安さん、ありがとう。こんばんは、みんな。ですね、前髪切ったんです。やっとめっちゃ切りたかった。何も揃わなくて今日風にさ、今日風強かったから、めちゃくちゃ疲れて、普通にまっすぐ歩けないぐらいの風の強さだった。横からさって、普通に吹かれていた。と風に吹かれるとかなかなかないよね。飛ばされそうだったね。強すぎた本当に。追い風ならいいけどさ、横ってね、大変だよね。そう、前髪切ってね、毛先もねだいぶ傷んでたからね、綺麗にしてもらった。サラサラだよ。オラオラさん、ありがとう。自転車とかのね、乗んなきゃいけないからね、風強いと大変だね。そうか、学校とかね。初見です、ありがとうございます。バイクとか、そっか、もう身が外にあるの怖いね。吹っ飛ばされるね。気をつけてね、本当に。ミシナ、ありがとう。ついに初見です。ありがとうございます。マルトサイクロンさん、ありがとう。身が外に。なんて言ったらいいんだろうね。体が。家飛ばされてないかな、大丈夫かなってね。え、家飛ばされてないってね、不安だね。今日長いスカート入ってるから、よかった。絶対しんどかったね。店長さん、ありがとう。新学期つらいね。朝起きね、春休みとかさね、なんかやっぱ夏休みとかも全部そうだけどさ、休みの間ってさ休みの時ってさ、起きないじゃん朝ね。だからさ、朝起きなきゃいけないってなるじゃん、学校行く時。めっちゃしんどいよね。でも最近ね、本当に毎朝ね、ちゃんとというか、
8時前とか7時ぐらいに1回目が覚めるの絶対。なんでなんだろうね。この話したっけ？したっけ？まあいっか。そう、今日は起きて、起きちゃったから、とりあえず、で、花粉もやばくて今日。花粉もやばくて、とりあえず起きて、鼻どうにかして、で、おせんべい食べて置いちゃったから。で、寝た。だいぶ寝ちゃった。大変だっすよね、やっぱりね。花粉、何の花粉なのかあんまよくわかんない。で、みんなおせんべいで笑うじゃん。おせんべい食べたの、朝から。朝、今日一番最初に食べたのはおせんべいです。やずさん、ありがとう。今、ヒノキ、どっちもなのかな？今までも辛かったけど。でも今日なんかすごかった。今日のは何だった？ヒノキなのかな。秋もねあるんだ、花粉。きついよね、大変だね。おせんべいはあれだよ、なんか黒豆のやつだよ。めっちゃ好きなんだよね、お豆。あずけさん、ありがとう。ピカピカしておる。主食お菓子だからね。最近本当に主食お菓子で困っているから、ちゃんと食べる。ちゃんと食べなきゃいけないよね。そうなんだよね。主食お菓子ダメですよ、みんな。あやさん、ありがとう。野菜とかね、食べなきゃね。なんかさ、揃えるのが大変じゃない？この一食分、ちゃんと。それがね、難しいよね、やっぱり。だからね、お菓子とか食べて済んでる。ダメですよ、食べるときは食べて。お昼ぐらいはちゃんと食べたいけど、食べなきゃねって思ってる。ポテトサラダめっちゃ美味しいよ。サラダなんか最近さ、やっぱサラダのさ、サラダが何、サラダのご飯屋さんとか多いじゃん、増えてるじゃん。どこもすごい美味しくてね、いいよね。なんだっけ、クリスなんとかサラダワークスみたいなお店あるじゃん。そこのシーザーサラダめっちゃ美味しいんだよね。好きな野菜は、そう、クリスプサラダワークスだね。好きな野菜は、なんだろう、トマトとか、トマトとか、レタス好き、レタス。シーザーサラダで、そう、シーザー前食べれなくて、ずっと食べ、なんで食べなかったんだろう、食べれないって思ってて。怖すぎないかな、食べたことあって食べれないのかな、あんま覚えてないんだけど、今めっちゃ好き、一番好きかも、シーザードレッシング。パクチーはさ、なんかあれ
味が分かんないパクチーってまだねちゃんと理解してないけど食べない食べてない。なんかパクチー何みんな無理じゃんみんな無理じゃんパクチー味分かんないんだよね。なんかタイとか行った時かなタイかな時に全部の料理にパクチー入っててでもあんま分かんないから普通に食べてたと思う。みんなパクチー食べれないんだね。なんかすごいさ好みが分かれるやつじゃん。好きな人のが珍しそうだけど分かんないけど食べてみたいな。食べてみたいなじゃないな食べてるな。ちゃんとパクチー単体で食べようかな今度。好きな食べ物は唐揚げです。あでもなんかね前ねなんだっけなんかで楽屋かなんかにあったのかなパクチーのポップコーンみたいな。でそれはね食べれたの普通に食べてた美味しく。ポップコーン好きだからかな。なんかパクチー味のポップコーン？なんか味がついてるやつ食べれた。映画行ったらポップコーン食べる。絶対食べる。なんかさ友達と行くときとか、まあ、友達としか行かないか。めっちゃ食べるの早くてさもう映画の半分ぐらいで全部食べちゃって。そう困っちゃうね。もう入る前に食べるじゃん食べちゃう。早そう早いんだよね私塩だよ。塩、キャラメル多いのかな。キャラメルポップコーンにちょっと前まで食べれなかった。いや結構前か。塩ずっと好きだった。バターかけるの美味しいよね。最近見た映画？映画見てないな。全然記憶にない。リメンバーミー、そう、リメンバーミー見てみたいよね。Remember me. Greatest Showman ね。気になるよね。あ、そうだ。水蔵ぐらいから見てないかもしれない映画。本当に。ダヤ君ありがとう。なんか飛行機の中でさ、海外行くときとかの飛行機で見たりする。からなんかあんまり映画館行ってないな。最近そう初めてホームアローン見たの。めっちゃ面白かった。
今更だよね、ホームアローンか。初期の、シリーズ結構あるのかな。一番最初のやつ見たんだと思う。めっちゃ可愛いよね。3まであるの？2が面白いんだ。見る見る。見たいな。なんか最近洋画見たいなって思って。邦画しかね、見てなかった。洋画ね、なんか得意じゃなかった。体調が 悪くなんないかって。なんかに、ね、上上あのー、なんか疲れちゃって見れなかったんだけど、最近見れるようになったの。その飛行機で見るようになってから。なんか質感がね、難しく、あのきなんか見れなかった。わかんないんだろうな。わかるかな、この気持ち。わかんないよね。 字幕はね、全然大丈夫だよ。いや、吹き替えとかそういう話じゃなくて、なんか質感 わかんないよね。わかんないくていいよ。 でもだから最近見れるようになったの。わかる？わからんよね。わからんよね。でもいろいろ見たくなってきた。邦画だったらさ、なんか絵がさ、優しいじゃん。ちょっと。わかるかな？これはね、ちょっと。わかる？わかる？ そうかな、ごちゃごちゃしてるからとかかな。まあいいや、この話はもう分かんないよ。見るかも分かんないもん、なんで見れなかったのか。もう見れるからね、なんでもいいや。じゃあもう20分もやっておるわ。 マシありがとう、やっておるわ。もう終わります。そうそう、スクショタイムしてって。何がいい？何したらいい？スクショタイム。はい、どうしようかな。何がいい？何がいいかな。高安、ありがとう。ホームアローン。両手使えないや。難しい。今日手でやってるから。
とね、みんなこうやってやるよね。あとまあいっか。アイカありがとう。ドドドドドー、最近女の子っぽくなったねって何。なんだろうね、髪伸びたからかな、なんだろうね。新社会人の疲労の癒しになりました。みんな頑張ってるもんね、新学期とか。ねじまきさんありがとう。新年度か、新年度頑張ってね、みんな応援してるよ。そうや、私高校3年生になったからじゃない、女の子っぽくなった、女の子っぽくなったってなんていうこと、大人っぽくなったって言ってほしいな。言われないか、まだ。いや別にLJK だから頑張っちゃおう。22分になってる、あれ。やめるぜそろそろ、ほいほい。終わりますね。やっぱね、時差ね困る。終わりますよからのあーがね、まだ来てなかった。ありがとうございます、みんな、みんなバイバイってね、終わるよ。あー、またいつだっけな、またいつか。バイバーイ、バイバーイ。